バンダイ、ロボット魂、ジムクエル、バージョンアニメになります。こちらのモデルはアニメのワンシーンを、できるように各部の可動域を、広げまして、こういう、腕のスイングだとか足の動き何かをすごくこう幅広くできるようになっております。そして、こちらの方が中に入っているものになります。でこちらが本体の、方になりまして、だいたい全長が14センチくらいの、モデルになっています。アクションとしてはこう首がすごくこう上まで、向けるようになったりとか、こういう肩のここの部分がですね、こう腕をこう内側にこう入れていくと、ここの胸関節ごとこう動くような仕組みになっています。そしてももの部分はこの状態で動かすこともでき、さらにスイング機能がこういうふうにセットされています。これによってすごく足の開きが大きくできます。でここのふくらはぎのこの部分がこういう、ここがこう可動式になっておりますので、ぐーっとこう曲げていくと、そこのパーツが中に入り込んで、ここまで膝が曲がります。で足首のパーツもここがこういうふうに すごくこう前側に出てくるような構造になっています。でつま先もこの、部分が動くようになってますので、まあ俗に言うこう膝立ちポーズも取れるようになっています。一応こちらの方でこう足をこういうふうに曲げていきます。そうするとこんなような形状も取れるようになります。で本体はこのぐらいの感じになってますので、あと次に、装備品を、見ていきます。これがシールドになります。でシールドの方はこう手で持たせる、部品と、それとは別にここに、何種類かちょっと入ってるんですけれども、シールド の持ち手のところをですね、腕のウェポンマウントのところに、セットできるようになってまして、そのマウント方法なんですけれども、こう手で持たす場合で、あとこのジョイントの部分をこう横向きと後ろ向きにする場合、こういうふうに選択ができ、さらに背中のところに、こういうシールドを背負うようなマウントも入っています。そういったのがこちらの方にいろいろ入っています。そして、こちらが、武器になるマシンガンになります。こちらの方はマガジンと、こういうふうにマガジンが取れるようになってます。で、さらに、このこちらの、部品を使うことによって、これをこういうとここにセットしまして、でマシンガンを、ここの部分でこういうふうに固定することも可能になっています。そしてあとここの、マウントのところでこのマシンガン の予備マガジンがこうあるんですけれども、よいしょ、これを、ここにこういうふうにセットすることができます。そしてあとはこういうちょっと一部ご覧に入れますが、こういう腕パーツ、手首パーツがいろいろ入ってますので、これでポーズによっていろいろなちょっと手の表情付けができるようになっています。あとはこれがビームサーベルになってまして、基本ビームサーベルはちょっとここにセットするようになります。そしてこのエフェクト部品が入ってますので、これをこういうふうにセットして手の方にこう持たせることができます。
で、あとこちらの、トレーラーがこうついてるんですけれども、こういう感じのトレーラーですね。でこちらが、ここのちょっとパーツを外していただいて、こういうふうにしますと、ここのところが開きます。そうすることによって、このジムをこういう運搬する状態、こういった状態が、再現できるようになっております。で、外したこういうパーツは内側にこうセットすることでなくさないようになっています。で、手首の方の部品もこのラックが入ってますので、これにセットしとけばなくさないようになります。こういったいろいろな遊びができますので、ぜひこちらの方でこう遊んでみてください。以上です。